はいどうもこんにちは。伊藤健太郎君がね、なかなか大変ですよね。釈放されたんですけど、ここから起訴になるかどうなのかっていう話なんでしょうけど、事故を起こしたことはしょうがないっちゃしょうがないでしょうけど、その後のね、ちょっとね、100メーターぐらいね、ちょっと逃げちゃったっていう問題になってますけどね。それさえなければなっていうところですけど、気が動転するのってのは分かりますよね。やっぱりね、いろんな背負ってるものを考えたら、やっぱり逃げたくなるっていうのもちょっと分かりますけどね。で、そこで言われてるのが、賠償金の問題らしいですね。今年だけでも伊藤健太郎君自体は、CM は10社を超えてるんですってね。すごいですよね。で、その契約期間に何か問題を起こすと、賠償金が発生するっていうことなんでしょうね。で、一説には映画とか含めたら5億になるんじゃないかなんて言われてたけど、それは大げさだなって話であって、1億ぐらいなんじゃないかなっていう、この記事での見立てなんですけどね。ただ、1億って言ってもでかい金額ですもんね、それはね。伊藤健太郎君の事務所ってのはちっちゃいらしいですよね。もともと、青青っていう事務所にいたんですか。でも、そこの事務所も知らないですもんね、青青っていう事務所ね。にいて、そこでちょっとブレイクしたと。で、今、イマージュエンターテイメントって会社にいると。イマージュエンターテイメントっていう会社から青青に行って、またイマージュエンターテイメントに戻ってきたっていうパターンらしいんですけど、そのイマージュエンターテイメントって会社もね、聞かない名前じゃないですか。割ともうどっちともちっちゃい会社なんですよね。だからエンタメ会社、芸能事務所にしては結構小さめだから、お金もそんなにないと。アミューズだったりとか、あとジャニーズとかみたいな、そういうとこと違って、その1億円って金ポンと払えるような規模でもない。だからこれによって破産するんじゃないかっていう記事が出てる。ただこう、損害賠償っていうのも、どうやら確定のことではないらしいんですよね。各スポンサーとの話し合いでいろいろ決めるらしいんで、そこをどう持っていくかなんでしょう。で、ちょっと なので気になったんで、伊藤健太郎くんのね、ちょっと仕事の占いをして みたんですよね。でね、伊藤健太郎くんの運気って、結構ガクガクしてるんですよね、今ね。上がったり下がったりが、ちょっとここしばらく激しい、数年激しいんですよ。ちょうど今年から来年、今年の暮れから来年にかけては、もう急降下するんですよね、ドドッとね。そこにちょっと当てはまっちゃったのかなと思ってて、で、再来年になると急上昇するんですよ。急上昇してマックス良くなるんですよね。来年が結構だから鍵なんですよね。来年ね、その再波っていうのがね、伊藤健太郎君についてるんですよ。再波っていうのは何かっていうと、悪い運気なんですね。悪いことなんですけど、悪いって言ってもどういう風に悪いかっていうと、暗検察っていうのも悪いんだけど、暗検察っていうのは、他人からね、他からこう外的要因で悪く、もらい事故に遭うとかね、なんか泥棒に入られるとか、そういう外的要因で悪いことが起こるんですけど、再犯っていうのは自分の今までの積み重ねで悪いことが起きるってやつなんですよ。この事故に関してもいろいろ言われるじゃないですか。一応加害者ですからね。自分がやっちゃったことですよ。それで、それにとっての後処理っていうのも、ちょっと逃げちゃったりっていうのも、結局何かしらね、自分がやってしまって、それによって帰って、自分に悪いこととして帰ってきてることなんですよ。来年ね、あまりだから無理をしては絶対いけないんですよね。そのことに対して来年いかに、被害に遭った方ですよね。その人に一生かけてね、償っていこうと思いますっていう記者会見してたんですけど、その被害者の方とちゃんと示談を成立させてね、折り合いをつけて、どういうふうにその保証をしていきましょうかとか、という話し合いをちゃんと持って誠意ある形で向こうが許してくれるっていうようなところまで、いかに来年持っていけるかなんですよね。で、それをちゃんと、それを怠ってしまうと乗れないですね、もうね、もう波に乗れないんですよ。で、とにかくその再来年はめちゃくちゃいいので、来年の後半ぐらいから上がってくるんですよ。伊藤健太郎君の運気っていうのは、仕事運とかもね、上がってくるんで、今年から来年の、今年の暮れから来年の早い段階で落ちてる時に、
いかに自分がやってしまったことに対してもう一回検証して、目立った派手なことを焦ってやらずに、まあ、ちゃんと整理していくことですね。ちゃんと整理して謝罪して整理して誠意を持ってですね、落ち着かせて、それで来年から再来年に上がるところにちゃんとうまく乗れるようにしたら、また仕事はね戻ってくると思いますけどね。僕はなんかいろんな意見あると思いますけどね、もう芸能界に戻ってくるなみたいなことを言ったりとか、まあ、あといろんな記事も出るじゃないですか。実はやんちゃだったとか、なんか揉め事が多かったとかね、なんかその前のマネージャーがね、育てのマネージャーみたいなのとがいなくなったからこうなったんだみたいな話とかいろいろ出てきてはいるんです。 いるじゃないですか。まあでもそれはそれでいろいろ話はあるんでしょうけど、まあ、僕個人的にはね、やっぱりいい役者さんですし、もったいないですよね。事故ですからね。自分でね、自分が声でやったことではないです。それがね、薬で薬物だったりとか、性的な何かとかね、まあ、あるいはこう不倫だったりとかね、そういう自分の意思で何かをしでかしたことではなくて、自分がそういうふうにしたくなくてもなってしまったこと、じゃなってしまったことじゃないですか。だからね、そこはちゃんとしていただければね、許してもらえるんじゃないかなと思ってるので、ぜひ運気の悪い時は誠意を持ってやることをやって、ちゃんと許してもらって、やることをちゃんとし尽くして、もういや、これ以上ね、やれないっていうぐらいちゃんとやっても全然ね、問題ないので、やるだけやって、そして焦らずに次にまた、ね、乗れるように、ファンはね、待ってる人は待ってると思うので、やってほしいななんて思ったりいたします。まあ、そんな話です。そんな話でした。ではでは。